どうも皆さんこんにちはムケワですはい本日につきましては最近あった最悪な事件とそしてその盗まれた時計たちはどうなっていくのかこの辺をですね実演も交えながら紹介していきたいなと思います犯罪者を許すなそれでは行ってみましょうはいそれではですね ここ2件ですね。最近あった事件。まあ最近と言ってもね、結構ちょっと時間が経ったかもしれませんが、まあこの2件あった事件ちょっとね、お話ししていくんですけれども、まあ銀座コミットさん腕時計すり替えクソ野郎男事件ですね。はい、こちらと、あとはおかちまちと、はい、ここら辺がありましたよね。まあ最近ですね、えー、テレビを見られていない方に、えー、まあちょっとね、 のためにね、まあ、実演も含めてやるんですけれども、まあ、こういう形でね、えー、時計をですね商談していいたということですよね時計をこういうふうに商談している中でなんかコマ数とかめちゃめちゃ聞いてたんですよねだからそのすり替えようとしてる中で自分のポケットに忍ばせたこの時計これとのコマ数を合わせてすり替えてでもねその一瞬ではわからないような形でねやろうとしてそして 一瞬の隙をついてこうですよねはいでこれでねあのパクったっていうねけしからんやつがいたんですけれどもこちら本当に最低ですよねこれ他の店舗でもねまあ、風評被害と言いますかね今回はね時計を見る目がねあるスタッフさんがすぐ気づいたから良かったようなもののね これ気づかなくてねずっと売ってたりしたら偽物売ってるみたいな感じで噂とかねもし広がったりするのであればもう完全に風評被害みたいな感じですよねまあほに最悪な事件が、まあ、あったということですねあとは御徒町の事件になるんですけれどもまあこの辺はですね多分闇バイトなんじゃないかなっていうところでもうめちゃめちゃお粗末な 事件ですよね店の前にバイクを止めてその上に誰も乗ってない状態でエンジンも切ったか切ってないかわかんない状態で置いて強盗をしたんですけれども、えー、店員さんがねさすまたで威嚇することによってそいつは全員逃げたということでございいままます、まあ、10代のね犯行ととうこにになっておおりましたが本当にお粗末事件でございます。 ただね、この闇バイトについてもね、ちょっと私、今回ね、あの、いろいろ調べてみたんですけれども、まあ、闇バイトっていうのは、もうあれ、本当にね、弱みを握られてる状態での犯行になるんですよね。で、どう考えても白昼にあんなことやったら捕まるし、なんでそんな計画性がない犯行をするのかというと、まあやっぱ組織に、まあ個人情報とかね、まあその辺を握られてることによって、もうやるしかない。 状況、まあ、そこに追い込まれていることによってああいうことがねあの起きてしまうということです。は初めは本当に小さいもうちょっとしたお金を稼げますよみたいなそういうところから飛びついてこうどんどん広がっていって最終的にああいうふうにねやらされてしかも強盗なんてめちゃめちゃ罪重いですからね10代でやっちゃって何十年も何十年もね豚箱行きということになりますので絶対にね ただあれもきついんですよね。だからそうやって裏を取られてるからですね脅されてる状態でまあその僕が調べた中ではもうねその脅されてるような人っていうのがもうめちゃめちゃやっぱいるらしいんですよねもう大量に脅されてる人がいるのでもう深く考えずねもう警察に逃げ込むとそしたらねそこまで追ってこないんじゃないかなっていうところで言われておりましたんでまあここでね是非ね今脅されてる方は参考にしてください。 そこかかから人生棒にに振るよりははねねいいいいのかなととううふうに思いますあとはですあ、ね、で結構ちょっと調べてみたんですけれどもこれ日本で盗まれたこのようなえっと盗品のロレックスとかどこに行くのかっていうところをね結構調べてみたんですけれどもまあ日本でのね現金化についてはこちらねほぼ無理ということでございます。まあ警察から 毎回ね、盗品のシリアルナンバーとかがね送られてきて、まあ、通報が入る仕組みということですねだから国内にまあ流通すす。るこことととはなななかかいいいででしょうということでございますただね結構ねちょっと闇もちょっとあるんですよねこれちょっと後半話すんですけれどもじゃあどこに行くのかと言いますと例えば香港とかになるとこの辺の国ではですね日本と同じく警察から毎日こう盗難リストっていうのが送られてくると。 いうことですねで買い取り時にまあ身分証もね、えー、控えられるっていうので,で、まあ、うそういう盗品をね持ちかだとしたら後々ね盗品と分かるっていうことで、まあ、購入歴遡って足がつくというのがまあ香港とか、まあ、その辺の、まあ、ある意味ちゃんとしたところうんにはなるのかなと思うんですけれども、まあ、しかしながらねこの辺がやばいんですけれども、まあ、フィリピンとか、まあ、ベトナムとか、ね、インドとか、まあ、この辺に流れる盗品がやばいと。 いうことでございます、まあ、この辺の国ではですね、本物であればまあ買い取るまあ業者がまあ一定数いるということでございます。で、やはりね、盗品だから売る時も安いんですよね。まあ、日本人の方がね、まあ、観光とかでまあ行った時に、まあ、本物だと、まあ、どう見ても本物だし、本物だと勧めてくるというところで、まあ、こういうことを知らずに、 それ買ったとしたら、国内で帰ってきた時のね、まあオーバーホールとか、まあまたはね、まあちょっと使わなくなって、その盗品のやつを買っちゃった状態で、まあ転売等とかしたときに、盗品リスト、ここに引っかかったりしてですね、まあ何らかのこれ処置になることはね、大いにね、考えられますよね。だからやはり、安易に、変な国、ちょっとそういう闇のような、ね、ところで、まあロレックスを買うっていうのは、 まあ、結構危ねえなっていうのはちょっと今回ね調べて思いましたね、まあ、調べていく中でちょっと思ったんですけれどもまあこんな感じで盗品がこうどんどん流れていく中ではあるんですけれども結局最終的に盗品自体は何か発見されるのではないかなのようなちょっと気がするんですよね。これどううでしょうかね、まあ、中間業者がトンズラ まあ逃げ切ってるのであれば、まあ、犯罪グループはちょっとまあ現金化とかはしてしまうっていうのはあると思うんですけれどもロレックスのその,の自体としてはねやっぱ傷つけたりとか雑に扱ったりすると、ね、価値も下がりますからそこをしっかりと、まあ、教育されてる犯罪グループであれば、まあ、大事にね、えー、そういうところに流通流したとしても、まあ、時間はかかって世界中巡り巡ったとしてもなんか最終的に帰ってくるもんじゃないんでしょうか。 最近盗まれた時計たちの行方はね、どうなってるんですかね。もし皆さんご存知の方、コメントで教えてください。なんか最終的にはね、足がつくようなシステムになってるんじゃないかなと、なんか思ってるんですけれどもね。もこういうふうに考えたらですね、まあ現金を大量に持っといてそれを盗まれるより、まあある意味ロレックス盗まれた方が最終的に戻ってくるみたいなところもあるんじゃないかなっていう、あ、そういうのも、 ちょっとあるのかなっていうので、ちょっと思います。なんかロレックス、ちょっと。最強やなって思い,思いましたね。まあ、盗むなっていう話にはなるんですけど。で、もう一つなんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、これもちょっとやばい情報かなっていうところで。まあ、そのある組織、そういう組織から。今まではそういうね、海外に流すっていう一つの流れがあったらしいんですけど。もう一つね、あの、ちょっとこれやばいなっていうのが。まあ、あの、時計収集家。 うん、この人たちに渡るっていうパターンがあるみたいですね。まあ、この動画を見,も見られてる、ね、ようなロレックスリテラシーの激高めちゃめちゃ高い皆さんが、まあ、そんなところで買うわけはないと思うんですけれども、まあ、その盗品の流通経路として収集家のもとへ行くっていうのがねあるらしいですね、まあ、収集家さんはそうですよね。 そそもそも売る気がなくて手元にあればいいんだからそれをま,あまたこう流通するっていうのは基本ないと思えば、まあ、そこにずっととどまっとくっていうような形になってしまいますよねでもね、まあ、そういうふうに収集してね例えば何十年も経った後に、まに、あ、例えばねもう病気で亡くなりそうだと時にまあ家族とかにそれを受け渡してご本人が亡くなったとしてその時計を例えばご家族が売るとかってなった時にそこで盗品と発覚とかね。 もうデータと照合すれば一発でしょうからね。でもう本当にそれが盗品と分かったらね、死ぬ間際でね、もう家族パニックですよね。それを知った家族はパニックですよね。あの本当に何を受け継がせてんだっていうふうになりますので、やる人はこの動画見られている方にはいないと思いますけれども、変なところで買うのはやめましょうということでございます。まあ結論的には犯罪組織はこう闇ルートで現金化しちゃいますけれども、ロレックス自体は。 まあいつか見つかるんじゃないかなっていうところですねまあオーバーホールとか、まあ、転売された時点でっていうところではちょっと思いましたまあこの闇ルートがねほんとで断ち切りたいなっていうところありますよね ななんかかううまいい方法はででしょうかねね IoT 時代で、ね、もうロレックス自体にもエアタグみたいなのをねちっちゃいエアタグ埋め込んだりとかねそういうのダメですかねまあちょっとね今回こういう事件がありましたんでちょっと私の方でちょっと結構調べてみたら、まあ、こういうふうな流れがありました、まあ、ちょっと世界中今後旅するにあたってね、まあ、そういう闇市みたいなのもね取材できたら いいですよねただちょっとあんまり首突っ込みすぎると本当結構危ないかなっていうところもありますが、まあ、盗品とかの流れっていうのはこのようになっているということでございます時計きケオント好評販売中ダイレクトメッセージマット、はいまあ、最近はね結構物騒ですよねもう本当にどう考えても失敗するだろうっていう感じの状況でも鉄砲玉としてやってきますので、まあ、僕が言うことじゃないかもしれませんがね 都会で今やってると思うんですけれども、まあ、都会のセキュリティはもちろんね、こんな事件がいっぱいある中でめちゃめちゃ強くなっております。まあそんな中でやはり地方に今後広がっていくのであれば、セキュリティちょっとね、固めていかないといけないですよね。まあ、明日は我が身ということで、まあ、僕もこれ例外じゃないですので、これはもうね、本当に。 もうここには置いてませんのではいここには置いてなくてこう使う時だけこうやってるような形にしてますので本当に皆さんも気をつけてください視聴者さんも何千万も行かれたっていうのを聞いたことがあります本当に地獄だということになりますのでちょっとしっかりとねこの辺は管理していきたいなというふうに思いますね、まあ、それにしてもここ最近で盗まれた時計たちはどうなったんですかね帰ってきたんですかねちょっとその辺はちょっと気になりますのでもし皆さんね、えー、ご存知の方 おられればコメント欄で教えてくださいはい、本日につきましては、えー、闇バイトそして盗品の行方この辺について最近の事件を交えて話させていただきましたはい、本日は以上ですまた来年もどんどんこういう事件が起きそうなんで皆さんぜひ、ね、気をつけて行きましょう本日は最後まで見ていただきありがとうございましたまた別の動画で会いましょうではまた thank you